6月18日男子東海北信越リーグランポーレ三重の4戦目が行われました。3試合を終え1勝2敗ランポーレ三重にとっては勝って次につなげたい大事な試合です。今日の対戦相手はフレネリーなんですけど、昨日終わり方がちょっと良くない試合だったので、今日はみんな切り替えて、しっかり勝って、また来週の天皇杯予選いい形で試合を迎えれるようにっていうチームでいい感じの雰囲気でできているので、今日はしっかり勝ってみんなに勝利を届けれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。昨日も悔しいことあったけど、今日に向けて頑張るしかない。今日は勝ちにこだわること、あとコーチの言ってることを聞いて、あのワンチームになることがあったんですよ。それをみんな頑張っていきます。今日の試合は、相手身長はそんなに高くないんですけど、やっぱり機動力が多分その分あると思うので、しっかりリバウンドを取ってから自分たちの攻撃につなげていって、自分たちのリズムでバスケットできればなというふうに思います。声の方でよろしくお願いします。今日は信じてください。一回いいです。もう信じ合おう。もう信じるしかないから。え、ここしかない本当に。カット。今シーズン3ポイントシュートが少ないランポーレ三重、スターティングメンバーを変えフレネミー戦に挑みます。先制点を決めたのはフレネミー。アボシ選手がスリーポイントシュートを狙い、リバウンドを取ったスレイマン選手が得点を決めます。続いてバロフン選手のシュートが決まり、北森選手のスリーポイントシュートで勢いをつけるランポーレ三重。西田選手のスリーポイントシュートも決まります。第1クォーターを2点リードで終えました。第2クォーター点差を広げたいランポーレ三重ですが、開始1分相手のシュートで同点に追いつかれます。スレイマン選手のフリースロー、北森選手のスリーポイントシュートで5点のリードを作ります。本間選手のスリーポイントシュートも決まります。この試合5本目のスリーポイントシュートを決めたのは高野選手。バロブン選手、相手のファールを取ってシュートを決めます。第2クォーターを9点リードで終え、第3クォーターに臨みます。この試合3本目の北森選手のスリーポイントシュート、坂本選手もリバウンドを取ってしっかりゴールを決めていきます。
ランポーレニエ9点リードのまま57対48で第4クォーターを迎えます。第4クォーター、北森選手からのパスを受けシュートを決めたのはエマニュエル選手。フレネミーのスリーポイントシュート、アボシ選手もシュートを狙い自らリバウンドを取ってシュートを決めます。石川選手のフリースロー、そして北森選手からのパスでスリーポイントシュートを決めたのはバロブン選手。この試合全員がコートに立ちスリーポイントシュートを狙いゴールを決めることができました。最後は相手のファールが重なりフリースローで得点差を離していくランポーレニエ、最終スコア83対65で勝利しました。昨日とちょっと違っていろんなちょっとみんなを信頼してバスケットしましょうというところにまずメインを置いたので、まあ、それはできたのかなっていうのはあったんですけど、まあ、そのいろんな選手が出る中でこうコミュニケーションを取って同じバスケットがずっと40分間できるっていうのがすごくいいバスケットなんですけど、まあ、それがちょっとまだできてないっていうのがあるので、まあ、そこをもう一回全員で喋りながらやれたらなとは思ってます。まあ、でも今日はいい勝ちだったのでこれで2勝2敗ということで、まあ、とりあえずまた7月に一番強いリンタツドラなので、まあ、そこで自分たちの力を発揮できればなとは思います。はい、まあ、自分のところノーマークになったらスリーポイントは打とうという気持ちでいたので、そこで友谷さんがいいパスくれたのでしっかりスリーポイント決められたのでそれは良かったです。まあ、まだまだディフェンスの強度とか自分足りない部分が多いんで、そういうところはこれから練習して、まあ、もっとチームに試合に絡めるようになっていけたらなと思います。2日目勝てて、とても良かったと思います。うるさいな。見た感じは、まあ、昨日は前半すごいバタバタってやられたんですけど、2日目はいい感じに、プレーできたとは思います。でも、このまま、気を抜かずに、これからも頑張っていきたいなと思います。地域リーグ4試合を終え、2勝2敗のランポーレニエ。次回地域リーグ5戦目は昨シーズン優勝のリンタツと対戦します。選手らの活躍に期待しましょう。あっちどっちそっち ABS